皆様こんにちは。こんにちは。こんにちはでいいのかな、時間的にわかんないけど、こんにちは、おはようございます、こんにちは、お疲れ様です。はい、素晴らしい。はいはい、ということで皆様、先日お伝えした熊本にゴーゴーが演奏しに行く件ですけども、再度改めて詳細をきちんとお伝えしたいなと思って動画を撮っております、5月21日、22日、熊本、ストリートピアノフェスティバル in 神通りということで、神通りということで熊本に、ゴーゴーがあります。21日の、はい、21日は12時から5時の間に、3箇所あるのかな、ピアノが。リプレス広場、大谷楽器前、スポーツ早川前に、我々は1時、3時、4時半っていうスケジュールで、演奏を、ストリートピアノで演奏をします。そして21日6時半からなのか、6時半から、土曜日夜6時半からは、熊本の B9 という会場にてピアノのコンサートを行います。いずれにしても15分は必ず弾いてるので、結構な枠、枠は長いかと思います、ただコンサートの方は、17日までにお申し込みが必要なので、もし来てくださる方はそちらを、お申し込みの方よろしくお願いします。我々そんなね、他の二人にね、出る二人に比べて本当にまあのんびりとさりげなくやってる YouTuber でして、あまり人が来てくれないんじゃないかっていうふうにね、少し心配しておりますので、もしよろしければお近くの方出していただきたい。ゼロだと寂しいからね。寂しいよ、今準備してることパーだよ。さあ皆さんとか言って言うんでしょ、誰もいないのに。めっちゃ恥ずかしくない？お願いだから来ていただけると助かります。近くの人はぜひぜひいらしてください。そうですね、まあ我々は例のブツを着てまいりますけど、皆さんブツって皆さん皆さん持ってるかなと思います。と、着てきてくださったら嬉しいですけど、まあどちらでも。22日もね、なんかそうですね、12時から3箇所のうちどこ、あ、ストリートピアノの3箇所のうちどこかでゴボウ弾いてるので、っていうのはどこで弾くのかは私たちも知りませんので、当日のお楽しみということで、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。なんかですね、まあ、コロナですけども直接はね、近くには行けないのかどうか分かりませんけど、できればゴボワですっていう一言言ってくださると嬉しいです。YouTube の、なんていうの、YouTube のニックネームっていうの、表示名、もう言ってくださると、多分ゴボほぼほぼ暗記してるので、どなたか、これ、この方、この方っていうのは分かるかと思います。って言ってね、あと1週間なんですよね。え、1週間？はい。決まったのが急だったんでね、信じられないですけど、まあこんなありがたい話はないので、ゴールデンウィークあった？あった気がする。あったけど、まあ軽く過ぎ去って、まあ練習に励んでおりますので、よかったら皆さん熊本でお会いしましょう。あれ弾くんですか？ごぼうといえばのあれ弾くんですか？聞かないわけにいかないでしょう。何曲かありますけどね、ごぼうといえばって曲がね。全出しするのかな、しないのかな。プラス新しい熊本といえば、あれね、かっこいいね。いやもう最高にテンション上がってるよね、あれ。私たちが一番テンション上がってて、これ言ってなんかなったらちょっとショックだけどね。何なんだろうみたいな。まあ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 、まあ、熊本といえばの曲、を用意してます。よかったら皆さんお会いしましょう。それでは良い週末を。